ご視聴ありがとうございます。予約系の花澤です。重要なご報告がございます。2018年4月より、リラック屋は朝霞に移転いたします。私、花澤がですね、結婚することになりました。まあ、それに伴いまして、引っ越しお店も移るということですね。朝霞駅から徒歩4分の場所に、ワンルームで借ります。お店は住まいはまた別で借りる形で、ブログの方で、まあ、住所等も書かせていただいたんですけれども、具体的なご予約方法ですとか営業日時ですとかにつきましては、また決まり次第随時お知らせしてまいります。急なことで申し訳ありません。ちょっといろいろどうしようかなというふうになっていた部分もあったり、私息子がおりまして、小学校2年生今なんですけれども、前々から進級のタイミングかなとかいうふうに考えてまして、やはりまあそれで行こうというふうに話し合いもしまして、3月の24日までは新井薬師で営業いたします。まだいろいろこれからっていう部分がたくさんありますので、具体的に いよいよ決まってきたのが本当に最近、昨日今日なので、今改めてご報告している形なんですけれども、おそらく4月半ばぐらいには再開できると思います。まあ、完全予約制っていうことは変わりなく、まあ、今とそんなに変わらないような形でやることになるとは思うんですけれども、不動産屋さんとか親さんとかともまあ確認をしていったりとか、詳しいことについては今後またブログですとか動画ですとか上げていきますので、よろしくお願いいたします。で、遠くなってしまう方には申し訳ないんですが、まあ朝霞は池袋から電車で15分ぐらいで、駅から徒歩4分ですので、こうむしろ来やすくなる方も結構いらっしゃるかなと。あ、準急も止まりますので、朝霞駅東武東上線です。閑静な住宅街にあって、電車の音なんかも本当しないっていうことでしたので、静かにお受けいただけます。料金体制とかも変わらず、メニューとかもほぼ変わることがないと思います。まあいろいろやってみてになっていくとは思うんですけれども、なるべくまあ今いらしてくださってる方が、まあ、引き続きご利用しやすいようにということは考えながら頑張ってまいります。一人でやっていきますので、たくさんの方をお受けすることはできないです。同じような感じでやっぱり小さいとこですので、待合室なんかも作れないので、本当にお一人ずつのご対応という形になります。またよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。 See you.